ください。この世に生きとし生けるもののすべての命に限りがあるのならば、海は死にますか、山は死にますか、風はどうですか、空もそうですか、教えてください。苦しみについて考えます。誰もが等しく抱いた悲しみについて、生きる苦しみと老いてゆく悲しみと、病の苦しみと死にゆく悲しみと、今の自分と、この世のありとあらゆるものの全ての命に約束があるのなら、春は死にますか、秋は死にますか、夏が去るよ、きらめきを信じていいですか。言葉で見えない望みといったものを、教えてください。この世に生きとし生けるもののすべての命に限りがあるのならば、海は死に